はい、皆さんこんにちは、橋本でございます。本日は3月、買ってよかったもの、使ってよかったものをご紹介していきたいと思います。ではどうぞ。はい、まず今もリップとかアイシャドウにつけてますけども、フィーのリップ&チークブラーリープリンポット、30色あるんです。これだから、まあ、ご自身の好みのお色を探してもらったらいいかと思うんですけど、この3つがおすすめかなと思いまして、こちらからですね、 CR02 番のボーイ、 PK02 のスカート、 ND04 のマイっていうお色味です。なんか似た感じですけどね、まあ橋本が好きそうなベージュっぽいんですけど、これが一番ね発色すると思います。ボーイっていう色、今塗ってるのはボーイかな、うん、こんな感じです。これね、何がいいかっていうと、あのね、こういう風にスフレマット で目元にもチークにもリップにも使えるっていうのと、リップにつけてても乾かないで、変なマット感、なんか乾いてくるやつあるじゃないですか、それがないからいいなと思っておすすめしました。スフレマットの質感のものを使うとソフト、輪郭もぼやっとぼやかせますし、お口元が拭けないんです。はい、ぜひ試してみてください。なんか他にもね、こういうマルチカラーたくさん出てるんですけれども、あの全体的に使うにはある程度このなんていうかな、サラサラしっとり感っていうのはあった方がいいので、今回おすすめしました。これはちなみに目元とかだと指にとって、もう目の際からこうやってトントンって、これパウダーを押さえてる跡なんですけど、トントンって押さえたらいいだけなんですよ。ふわっとのせていくだけ。あとチークもこのファンデーションで使ったスポンジに含ませて、トン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 ってパウダー打った上からしてもらったらいいです。このツヤはちょっとごめんなさい、ハイライト乗せてますけどね、この血色感がちゃんと出ます。パールがたくさん入ってるパウダーチークとかはツヤは出るんですけれども、色味がねパールで飛んでしまう可能性があるので、ちょっと今日はしんどそうやな、顔色悪そうやな、しんどそうやなっていう時は、こういうあのパール感の入ってないチークとかを使うと綺麗に発色します。続きましてこちらです。メイクアップフォーエバーの下地とファンデーションですね。まずこちら、はい、ステップ1プライマー UV プロテクター SPF50+ の PA3+ です。これはですね、今日私も使ってますけど、ホワイトに近いベージュです。でこれつけるとそこまでトーンアップはいたしませんが、このツヤ分かりますかね、パーフェクトです。でこの輝きとツヤと透明感がね、8時間続くという、やんわり微光性です。とっても上品なお花の香り、癒される。使ってみて感動したのがこの保湿力です。このしっとり感持続します。でね、しっとり潤うんですけれども、耐水性に関しては感じです。ツヤツヤを保ったまま馴染む感じなんですよ。これがね、なんていうんですかね、その乾燥させず、ある程度汗とかにも強いっていうので、とてもお肌にいい状態をもたらしてくれるんですね。そしてこちら、 HD スキンハイドラグローファンデーション、 SPF と PA の表記はございません。お色が1Y06 です。ワンプッシュでこれぐらいで一番暗いお色ですね。橋本の顔色でもこれでいけます。これね、一瞬すごいカバー力に見えるんですけど、これがね伸ばしていくとすごい透明感に変わるっていう。でこのツヤと潤いが24時間持続します。これはめっちゃいい。乾燥とかくすみでしんどっていう顔になる時あるでしょ、
あのファンデーションが崩れてしまって、そういうのも防いでくれますし、疲れた印象っていうのを与えにくいファンデーションって言われてます。でこれに関しては見てくださいね、しっかり弾くので、この前にこの下地をつけてプラスこれで仕上げると、もううるうるツヤツヤです。かなりしっとりするので仕上がりが、なのでパウダー打つときにしっかりブラシにお粉を含ませないと、クックックってちょっと引っかかるぐらいすごいしっとりします、うるうるします。最近はねこのセットお気に入りです。続きまして、はい、こちらです。エクセルのカラーエディットパウダーブロー、これ4色出てまして、イエベさんとかブルベさんとか、あのパーソナルカラーに合わせてお色が分かれております。皆さんから向かって右側から EP01 スプリングモカ、 EP02 サマーネクター、 EP03 オータムベージュ、 EP04 ウィンターモーブ、春、夏、秋、冬のテーマで色分けされてます。これなんで買ったかっていうと、私グレーカラーにしてアッシュ系のカラーにしたじゃないですか。今まで使ってた茶色とかアイブロウマスカラがちょっと濃く感じるようになって、でこれはメイクに合わせても色味が変えれたりするし、髪色に合わせて使い分けていこうかなって思ってます。で質感がねとてもソフトで粉飛びしないんですよ。お色味のスウォッチしてるので、ちょっとそちらを、はい、お見せいたします。こっちから 1,2,3,4 です。私今日使ってるのがこの1番でございます。あんまりね一番濃い色を使うことがないんですけれども、例えばこのオレンジとかはこれぐらいの色でアイシャドウにも使ったりできるんですよね。あと例えばこれはオータムさんですけども、オータムベージュですけど、この辺の色をこうちょっと混ぜてシェーディングにもできます。ちょっと入れてみようか。こんな感じで。そうなんです。だからなんかたくさん買わなくってもいろんなところに使えて、今日私はちなみにこのグレーヘアに合わすためにオータムさんの03番ですのこれとこれを混ぜてます。ちょっとくすみそうになるので危険なので混ぜてます。公式ではここの2つ真ん中の2つがニュアンスカラーになってて、明るいのがライトカラーで、上の濃い色がダークカラーになってますね。4色あるのでね、本当に混ぜて使ったりしたらいろんな色ができると思うので使いやすいです。続きましてこちらです。エテセのアイエディションブローマスカラ、これはね別に新製品ではないんですけれども、私がアッシュカラーでしたので眉毛を明るく見せたいのと、髪色に合わせたい、メイクに合わせたいっていうので、この3色気に入って使っております。上から01アッシュミルクティ、02アッシュピンク、03アッシュブラウン、アッシュ系のねちょっとくすみそうな色なんですけど、ニュアンス系のねカラーを使ってます今。でこれが手につけた状態、皆さんから向かって右側から01、02、03です。髪色みたいですよね。アッシュミルクティー、アッシュピンク、アッシュブラウンですから。はい。で、いいのがウォータープルーフでガシガシしなくて擦れに強いんですよね。ちなみに今日私は一瞬くすみそうな色なんですけど、これですね。髪色がかなりグレーなんで、これ上からファーってつけてます。しっかりつけすぎるとちょっと黒寄りに本当に濃いグレーになっちゃうので、より老けてしまうので、ふわっとつけることがおすすめです。はい、ラストはコンシーラーたちでございます。コンシーラーね、最近ねいいなと思うコンシーラー目白押しで発売されてて、
いやもう自分のマストをどれにしようかなって悩むぐらいなんですけど、改めて紹介すると、新発売のサンローランのオールアワーズコンシーラーと、エトボスのコンシーラーと、キャンメイクのカラーミキシングコンシーラー、それぞれちょっと特徴をお話しすると、サンローランはこのファンデーションのオールアワーズリキッドのいいとこ取りなんですけれども、かなり薄付きです。立体感があって程よいカバー力があるんですけど、薄膜なんですよね。すごくふわっとしてます、これ。なので優しくカバーしたい人、なんかねちょっとムース状みたいなあのテクスチャーです。ムース、ふわふわ、サラふわって感じ、ツヤツヤではないんですよね。 85% がスキンケアベースのフォーミュラで、潤いが持続してくれます。こちらも私はね、自分用に2色買いました。 LC2 番と LC5 番っていうのを買いましたね。一番明るい色と2番目に明るい色です。これでちょっとね今試してるんですけど、乾くこともなくって、あのコテコテにつかないし、であの上からパウダーつけるにしても、このちょっと表面サラッとしてるので相性がいいんですよね。パウダーと相性が良きです。これとこれ使ったら。続いてエトボスはこの2色あるんですね。私が普段使ってるのはこちらのピンクベージュっていう色です。はい、これは SPF が36の PA3+。 ちょっと色見てみましょう。こっちがイエロー系、はい、こっちが私が普段使ってるピンクベージュです。肌色に合わせてね選んでいただいたらいいかなと思います。でこれがいいのはめちゃくちゃしっとりします。そうだから気をつけないと、上からつけるフェイスパウダーによってパフでつけるのかブラシでつけるのかなんですけど、ブラシでつける場合はあのこれをしっかりとこう定着、肌にこう定着させておいてあげないと筆にベタッとついてしまう可能性もあります。でもそれだけツヤと保湿力が高いので、しっとりを持続させたい方はこちらおすすめいたします。で色も結構はっきりしてるので、クマもそうだし、シミとかにも効果的だし、ある程度カバーはしてくれると思います。はい、そして3つ目はこちらですね。はい、キャンメイクのカラーミキシングコンシーラー、新色の04番です。 SPF50+ の PA4+、 こんな感じで手に出してみました。イエロー、ベージュ、オレンジ、レッド。これがいいのは、この色がかなり赤みの強いオレンジなので、茶グマさんとか青グマさんとか、まあ、色にもよるんですけれども、まずそれをカバーして、それからこのベージュとイエローでこの色味を調整していきますね。肌色を調整できます、こうやって足していって。はい、で本来目の周りはね、皮膚がとても薄くてつけすぎてしまうとね、小じわになりやすいって言われてるんですけれども、キャンメイクの質感はエトボスとサンローランのちょうど間ぐらいの質感です。テクスチャーです。しっとりとふわふわの間ぐらいなので、まあ、使いやすいと思いますし、でお色もはっきりしてるので、ある程度のカバーはできると思います。すごく気軽に使えるかなと思います。コンシーラーでのクマの隠し方とかは最近ね、過去動画に上げたので、そちらよかったらご覧ください。はい、いかがでしたでしょうか。春、いろんな化粧品がまたたくさん出てきてます。4月新しいスタートを迎える方たくさんいらっしゃるかと思うので、化粧品でモチベーション上げて、はい、頑張っていってほしいかなと思います。よかったら参考にしてみてください。はい、本日は以上になります。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよならー。